a t t スタジアムはアメリカ合衆国テキサス州アーリントンにある多目的スタジアム。アメリカズチームと呼ばれる NFL のダラスカウボーイズの本拠地やカレッジフットボール6大ボールゲームの一つであるコットンボールの開催スタジアムとして知られている。1994年テキサススタジアムに代わるダラスカウボーイズの新スタジアムをアーリントンに建設する計画が立てられた。 2004年にアーリントン市の住民投票で市の消費税の0.5%増などで同スタジアムの建設費の再建を召喚することが決定された。2005年9月20日に寄港、大型映像装置は三菱電機製のオーロラビジョンが取り付けられた。幅48メートル高さ22メートル面積1051平方メートルに及ぶこの映像装置は 世界最大のフルハイビジョン対応の映像スクリーンとして2009年にギネス世界記録に認定されている。2009年5月13日に球場名をカウボーイズ・スタジアムとすることが発表された。これについて命名権の売買が世界金融危機のためうまくまとまらなかったためと観測されている。6月6日に行われたジョージ・ストレートやブレイク・シェルトンらのコンサートが 最初のイベントとなった。8月21日のプレシーズンゲーム、テネシータイタンズ戦では、同チームのパンターが蹴ったボールが、スタジアム上部の巨大スクリーンに衝突した。ただし、スクリーンは NFL が定めた。設置基準は満たしていた。2010年3月13日、マニー・パッキャオとジョシュア・クロッティの間で行われた、WBO 世界ウェルター級タイトルマッチの、 会場としても使用され、21世紀の国内、プロボクシング工業としては、最多となる4万1843人を動員した。同年には、NBA オールスターゲームが開催、10万8713人を動員し、本会場の最多動員を記録した。この記録は、屋内式会場における最多観客動員数として、ギネス世界記録に認定されている。 2011年には第45回スーパーボールが開催。これまでの最高動員である1980年に行われた第14回スーパーボールの10万3985人を更新するため仮設スタンドを増設したが直前になり安全性に問題が残ることが発覚し急遽該当する席を廃止、結果として動員数も10万3219人と過去。 最高に766人不足したため、記録更新とはならなかった。2013年7月25日、大手通信会社 AT&T が、命名権を取得、年間1700万から1900万ドル契約となり、AT&T スタジアムとなった。2014年、NCAA 男子、バスケットボールトーナメントファイナル法が開催され、決勝戦には、ビルクリントン、 ジョージ・ W ・ブッシュ元アメリカ大統領が来賓に招かれ、ジェリー・ジョーンズオーナーの隣で観戦した。2015年は悪夢賞受賞式とカレッジフットボール全米王座決定戦の開催。2016年には WWE 最大の祭典レッスルマニア32が開催された。2022年も同様に開催予定。ありがとうございます。